はい、2772回始めます。5月22日です。はい、水曜日入ったところかな。はい、ですよね。私はね、ここ数日ちょっといろいろ作業をやりすぎて腰が痛くて、腰やっちゃいましたよ。作業しすぎて。でもだいぶね、はかどって良かったですよ。長年の懸案だったところにもちょっと手をかけられてね、肺翼も少しマシになってきたかなっていう感じなんですけど、はい、皆さん、無理なさらずに、これから暑くなるんでね、はい、熱中症気をつけていきましょう。私はね、夏とか暑い時はね、作業する時は2、3時間って決めてやってますんで、本当ね、暑い時にね、作業はね、命がけになっちゃうんでね、朝か夕方やるようにしてます。今回2772回、最近ね、外にあるもの、いろんなグレーチングとかね、マンホールの蓋とか、いろんなもの盗まれますけども、今回、信越放送とか他のね、山梨放送とかやってますね、消防の、ホースの金属部分盗まれたっていうの載ってますね。転売目的の犯行かと、まず信越放送から消防ホースの金属部品29本盗難で、盗難されて町内1300箇所の、格納箱を点検してみるとっていうことで、別荘地で21本、別の場所で8本の盗難を確認っていうことでね、被害届の提出を検討っていうことで、長野県富士見町で、消防ホースの格納箱から金属製の部品29本がなくなっているのが、分かり、盗まれたものと見られていますということですね。はい、これ乾燥と呼ばれる、消防ホースの先端につける乾燥と呼ばれる部品みたいですね。これが金属製なんで転売できるんでしょう。で町がね、この件もあって1300箇所の格納箱を確認したら、別荘地で21本、その他の場所でも8本がなくなってるってことで、やっぱりね、消防の格納箱なんて、しょっちゅう開けるもんじゃないと思うんでね。はい、で次、今のが信越放送長野ですね。はい、次山梨放送、こっちも消火ホースの先端ね、同じですね。臨検ですから、25本ね、乾燥25本なくなるということで、金属窃盗かということでね、放水できない、憤りの声が上がってるっていうことですね。はい、山梨県でも同じようにね、被害が起きてると。成崎市っていうのかな、とか、成崎市とか、あと北斗市とかで、被害があったみたいですよ。はい、成崎市、とか、同様の被害が、ね、確認したところ、4月24日までに、成崎市内8つの地域で計22本の乾燥がなくなっていてということですね。はい、北斗市とかでもね、なくなってるみたいですよ。次で、今の山梨と長野で、消防ホースの先端の部品ね、乾燥っていう部品盗まれたってことで、今度はね、FBS 福岡放送、似たような、ね、窃盗の話なんですけど、佐賀県内で複数の消防団の格納庫から合わせて49台の発電機がなくなっていることが分かりましたと。49台の発電機、いや、佐賀でもですよ、佐賀。で、佐賀市内に202箇所ある消防団の格納庫には、投光機の電源用として1台ずつ発電機が備えられていて、一斉に調べたところ合わせて28台発電機が盗まれているということで、いや高いでしょ、発電機。発電機1台の重さは約13キロで、購入額は1台あたり、6万3000円ほどだったということで、これ転売できるからね、簡単に発電機は。はい、いや合わせて29台かな、49台合わせて、
合わせて49台の発電機、ね、佐賀県内、佐賀市内では、うん、佐賀県内かな、うん、では、まあまあまあ佐賀県内だと思いますよ、これ、うん、県内の消防団の角度の子から49台発電機がなくなるということで、佐賀では発電機、ね、で山梨とか長野では消防のホースの先端の乾燥っていう部品が盗まれてるっていうことで、本当に外にあるものね。だからあの窃盗事件ね、まあこのチャンネルでたくさんやってますけども、本当にねこの空き家なんかも私ね、物置みたいにしてね、まあ大して金額貼るものはないんですけど、物置なんでね、ただ物置代わりに使ってるんで、今空き家いっぱいありますからね。空き家なんていうのは別にね、器具とかなくてもね、その辺のまあこの空き家もそうですけど入れちゃうんですよ、簡単に、うん、いくらでも盗み放題なんでね、困ったね、この転売社会っていうのもね、本当にまあまあまあ、ね、何でも売れるからね、うん、前もこのチャンネルでやりましたけど、もう何でも売れちゃうんだから、うん、ペットボトルの蓋とかもね売れちゃう、ペットボトルだって売れちゃうみたいなね、うん、はい、工作用とかなんとかで段ボールとかね、それだって集めりゃ売れるっていう、何だってまあ多少なりともお金になるっていうことで、何でも転売できるんでね、今ネット社会でね、そういうアプリとかありますんでね、本当にね、外にあるものっていうのは本当管理大変だなと思いますよ。こういう公共的な、うん、消防団のね格納庫とかそこら中にありますから、本当にね大変ですよ、この管理がね、こうなってくると。いや、嫌な世の中だね、本当に。はい、ということで2772回ね、消防関係のね発電機とかあのホースの金属の部分の乾燥っていうところ、部品がね盗まれてるっていうお話しました。もうたくさん盗まれてますね、外にあるもの、うん、管理が大変だ。はい、気をつけていきましょう。終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。